はい、半負けの本家の本物の貴族の半間岩先生です。人間と私の違いはね、私は本物の貴族で地球を作った存在です。で人間はですね、頭がいいように見せるんですけれども、人間はまだね、話したり、聞いたりすることがまだできない知能の生物です。悪口じゃなくてね、団体でね、自分たちの仲間と脳波でね、聞いて、話したり聞いたりできるわけですね。で単独になりますと700年後に意味が分かるというかことで話したり聞いたりすることはできます。ですからほとんど分かんないで話したり、ね、聞いたりするわけですね。団体の頭使って いきます。だから一人のコンピューターじゃなくて、自分たちの仲間の人間全員の頭のコンピューターということで動きます。一人前ね。だから私の場合は人間の上の生物は本物の貴族なんで、単独で知能が働くんで話したり聞いたりすることができるんですけども、人間たちは一人じゃ全くできません。で原始まだ生物ですね、動物ですね、人間たちは、それが人間たちなんで無数にいますけどね。で東大とか大学とか私も卒業してますね、人間たちも卒業してますけども、私はの家では東大が3人以上、3人卒業してますけれども、それでもっと私勉強してますけれども、人間たちの学習方法と私と違うんですね。私全部一人で覚えるんだけど、人間たちとテレパシーで脳波で聞いて勉強して、聞いて試験受けます。だから携帯電話で仲間同士とね、試験中に連絡取って試験の回答を取るわけです。で難しいものはそれに対応できるように携帯電話でね、脳波ですけど、テレパシーで仲間同士って聞いて答えを書くわけですね。ここでみんな卒業しますので、私の場合は単独でね、誰も携帯電話とかに聞いてね、脳波テレパシーで聞いて回答するんじゃなくて、自分のこの頭だけで考えて覚えて書くわけですね。人間たちと大きく違うのはその違いですね。また人間たちの場合は、人間たち以上に宇宙生物にも似たような生物がいますので、人間の人口の100億人の100億倍ぐらいも存在しますから、相談したりして動きます。だから全然私と人間と違うんですよ、本物の貴族ね、半負けの本家で国家で歌われている君は、要は岩尾となりてっていう歌は、私の存在に注意しろということで歌われて、世界が作って歌ってるもので、私も味方にしてるわけじゃなくて、存在をね、架空に伝えるために、日本の、岩尾となりてって私の名前ですけど、爺さんも同じ、父も同じ名前をつけましたけれども、兄弟、父なんかは普通の人間でしたけれどもね、そういうふうに、全く違います。人間たちは一人で話したり聞いたりすることはできませんから、団体ではもうドルショップじゃないけども、もう奪還の違いがあるんで、怖がる以上の存在になっちゃうどころじゃないんですね、上の生物だから。法人もできませんしね、上の生物は私のことは放映できないんです、実際の話は。もう実際の話は
怖くて、他でもそうなんだけど、人間たちは聞けません。まあ、実際のことはね、難しすぎてね。まあ、そういうことをよく知っておかないといけないわけですね。で、同じように対等に話せるのは、彼らは団体の脳で結集して頭が良くなります。だから同じような感じね、頭で話すんだけども、行動するときは全然そんなに行動しませんし、ね、団体の頭使ってるから、ね、自分勝手にしたいからということで動くことが多いんでね、一時そう真似はするけれども、団体のね、から情報を得てね、話すことはできますけれども、いざは違いますから、ね、この辺は、全く原始動物ですね。まだライオンとか野生にいる猿とあんまり変わんないです、人間はね、全員。それをちょっと注意してください。分かんなくても700年後に分かるようなことだったら動くんです、人間の場合は。機械もコンピューターも作ってます、それで、ね、そういう知恵なんで、単独の知恵じゃないんですね。何でもそうなんです。だから虫臭いと勉強でね、もう非常的にね、使わないといけないようなことで頭使うようなことが結構多いですね、非常で。もう死ぬよって危ないと、もう、ね、知識が足んないよ、もうどうしようもない、なんとか助けられる方ないですかというようなことでね、考えるようなことですね。また虫自身はそうやって生きてますから、脳みそちっちゃいからね。だから人間も同じです。虫みたいなことで頭をね、関連で仲間をね、宇宙中の仲間を集めて動くということが多いです、ね、で物を